チトスちゃんもありがとう。あ、おめでとう。え、アクスタみんな当選してる。え、嬉しい。え、ありがとう。え、てか団長も欲しいんだけどさ、これもらえるのかな。え、なんか団長も欲しくなっちゃった。ねえ、白猫の方、偉い人、団長ももらえるんですよね。え、もらえるのかな。不安になってきた。あ、外れちゃった子もいる。まあ、しゃあない、その時は。まあ、そう、当たらなかった子もさ、あれだよ。また機会がありましたらよろしくお願いします。応募忘れてた。ああそうなの。まあそういう時もあるよ。でもこんなになんかすごいさ、団員さんが当たってんの嬉しいわ。なんかこれがさ、なんか転売屋さんとかに当たったら嫌じゃん。嫌じゃん。やっぱ団長のこと好きな人に当たってくれるのはね、嬉しい。みんなも嬉しいよね。きっと外れちゃった子も、まあ団長のこと好きな人に当たんなら、まあちょっと今回運がなかったけど、また次回みたいな感じになるよね。そう、一回で高額。あー、でもそれ手出しちゃダメだからね、転売には。なんか転売はね、もうね、なんか外れちゃってももう見ない。なんかそう、どんなに欲しくてもな、高額転売で買っちゃいけませんので、お気をつけください。それが本物かもわかんないしな。そう、味を締めさせるとね、もう一回するから。これで痛い目見て誰も買わんとか、え、ただなんか損しただけってなったら、途絶えるから。そう、損したら途絶えるからね、そういう人は。なんでよろしゅうお願いしますよ。いや、団長もさ、思うよ。なんかスバちゃんのグッズ、エキスポのさ、1日150枚、1タレントにつき150枚しか配られないみたいなやつ、あれも、まあ、スバちゃんの欲しいなって思うけど、でも我慢して、もう見なかったことしたから。そう、わかる。まあ仕方ない、縁がなかったんだなって。そう、メンバーズカードのやつとか、そう、それそれ、そう、シリアルナンバー入ってるやつ、そう、ああいうのも本当に我慢みたいな。でもあれ、なんでシリアルナンバー入れたんだろうね。こうなること予見できなかったのかな。待って、運営さん刺しちゃったかな今。ごめん、ちょっと刺しちゃったかも。うーん、なんかでもあんま良くないんじゃない、なんかナンバーつけるの。なんかって思うわ。なんか普通にさ、なんかバイシュスバルさんのなんかそういうカードとかレアカードがあるとかはさ、でもナンバーとかないわけじゃんか。なんか確率でそのレアカードがあるとかならさ、全然それはいいんだけど、なんかメンバーカードもなんかシリアル番号とか書かんでさ、すごいなんか問題になってるのはね、 X で見かけるから。だって団長たちのポストカードとかもそうだよ。ポストカードとかもナンバーとかはね、書いちゃいけないからさ、やっぱレア感出ちゃうから。もうみんな同じ。そう、みんな同じね。サインとかさ、サイン、直筆やるとしてもサインとか、まあ、メッセージも、もし違うのでもパターンみたいな。そう、パターンみたいなので、なんかその一個だけみたいな、この世で一個だけのものっていうのは、作らないようにしてるんだけど、なんか公式で作っちゃうんだって。思っちゃった。なんか次回はやらない方がいいんじゃないの？運営さん。うん、あんま良くないよ。しかもあれさ、タレントランダムだが、好きなタレントね、ゲットできたとしても好きなタレントじゃない場合もね、ランダムだからあるし。これ一人の意見。な、そうなんで、作った人は悪くない。全然運営さんも悪くないんだけど、一番悪いのはやっぱそういう、ね、悪いことする人。それなんかファンのさ、弱みというかね、ファンの弱みにつけ込んで、高額転売したりして、需要と供給のね、その供給の部分を立って、需要でね、儲けようとする人が悪いんだけど、ホロライブ人気すぎるからさ、ここら辺は難しいんだよ。